小田原担ぎは小田原独特の御腰を担ぐ祭の様式の一つである。一般的に小田原流と呼ばれ同市内のいくつかの神社で見られる。松原神社が発祥とされるが、無形民族文化財の三皇源代領記あり歌がある三皇神社も古くからこの担ぎ方であったと言われ、霊体祭が同時開催される大稲荷神社の本社神与と町会神与の一部、 伊上神社の懲会信用の大半が小田原流で吐魚される。この四社の霊体祭を総称し、観光行事である、工場五大祭りと区別して、四社の祭り、小田原の祭りと呼ぶ人もいるが、現時点では隣接、重複地域で吐魚の通過往来が見られるくらいである。他では、久野の神山神社、小木久保の四方神社など市内各所で見られ、どっこい担ぎや 江戸前担ぎとともに、小田原流を組み合わせて投御する町会、同行会もある。なお、小田原市内の神社すべてが、必ずしも小田原流というわけではない。小旅所までとっかける本写真よ、本社信与とっかけですれ違うみこしみこしの担ぎ方にも、地方や祭礼によって、担ぎ方が多数ある。小田原担ぎは寮に関した動きを模しており、 通常状態で練り歩くときの掛け声は、おいさーこりゃさーもしくはこれに近い発音で投御される。一般的においさーはリード役で、シンラッシュをはじめとした少人数で掛け、こらさは他の全員で掛けることが多い。足並みは平担ぎと同様に通常の歩行と同じであり、みこしの移動速度としては他の担ぎ方よりも格段に速い。このためパレードなどで、 他の担ぎ方の見こしが前にいる場合はすぐに追いつき、逆に小田原流が先になった場合は、左右に寝て時間を稼がないと、後ろとの間隔は広がる一方である。ただし、小田原流の特徴として、平担ぎの時左右にゆっくりと寝る動作は、船が沖合で波に揺られゆっくりと左右に動くそれを模しており、見ているものを幻想的な雰囲気にさせるのも他に見ない特徴と言える。 全国的にも珍しい点は、民家、商店、祭礼事務所、田し神社などに、キアルータの一種である、ハマキアリと共にみこを担いだまま走って突っ込むことで、ある。この、ハマキアリは、漁師の掛け声が元であり、飛びなどのキアリ師のそれとは異なる。祭礼においては、どっこい担ぎで言えば、人工に相当する。なお、全国的に、走るみこは、 瀬戸内海のマナベ島や千葉県の大原裸祭りなどがある。など、少数ながら存在するが、口述する、みこしの合体は、全国でもよそでは見られない。小田原駅にとっかける、合体した千土工事、古新宿竜宮神社のみこし。駅前や宮入い前の見せ場では、他の町会信用同士が2期、3期、4期と合体することがあり。 これも小田原流の特徴の一つである。最近では、以前より見られる場面は減ったが、5月5日の昼過ぎの小田原駅前や松原神社の宮入前の青物町で多く見られる。宮入前の青物町で4期が脱退し、と、かける、直前の見越し。担ぎ方は、小田原流。有名なのは古新宿、千土工事の流空神社である。合体方法は組む。 側の外棒の担ぎ手がそれぞれ内側に入り、柱を合わせる。高さが揃ったところで二本の柱をまとめて担ぎ上げる。合体時の注意気ありを歌わずにの声と呼ばれる、オーりゃ、オーりゃという掛け声で走り出すことがある。駅前などの見せ場や道路を急いで横断する場合に、用いられ、気ありからの二段掛け三段掛けをすることもある。なお、伊上神社の本社信用は気ありを歌わないため、 走り出すときは必ずのぼれになる。飛んだ後に、右方向に三回信用を回すことがあり、竜宮神社が最初に行ったと言われていることから、俗に、竜宮周りと言われている。松原市市内では現在これを行うのは、海沿いの町会の一部のみである。三越の回答、進路変更ちなみに、船舶は、動力船になってから現在まで、一軸船のスクリューは、右回りが多く、 クラッチがつながった状態では、選手が自然に左方向イコール三橋側に向き、離岸、漂流しないようになっている。右回転は重かじ。基本的に各社の懲戒大人みこしを基準に記述する。先頭は高張町鎮一対、次に弓張町鎮が任意の人数おり、この後にみこしが続く。大抵の場合、みこしの近くに都業責任者、 青年会会長が同行している。地区によってはこれらに加えて旗を持つところもある。以上に加えて、以下の補助要員、係が随伴する。一名数名おり、渡り、先駆けと呼ぶ地区もあれば、そのまま、会計さん、回収さん、集金係と呼ぶ人もいる。婦人部のものが多い。青年会の女性の場合もある。この伺役の合図を受けた高張が直接、 見越を案内する形が基本であるが、伺い役が複数名おり、ご祝儀袋を同時に掲げているような場合は、間に会長職や役員を挟み、ここから新田市や高張にルートを指示する場合もある。交通規制がなく、交通量の多い小田原駅前などでは、他町会の交通整理役や、都業責任者との報告、連絡、相談が不可欠であり、実際に共同して、 交通整理を行う場面は多い。また、交通状況によっては、新田氏や会長を差し置いて、見越しを野越で走らせたり、道端に寄せるなど指示を出すこともある。指示を無視する車の対象、救急車など緊急車両の先導など、あらゆる事態に対処できる能力が求められる。ちなみに、災害時に関するトラブルの多くは、見越し、車、あるいは見越し、 三越の交通関連である。懲戒信用の馬は一人一脚で二人必要なところが多い。台車は頃の関係で一人での操作が難しい場合もある。中に飲み物や救急箱、ご周期返しを入れてある場合は、その管理もするため二人での運用が望ましい。本社信用では台車のみの取り回しでも、段差などで四人必要な時もある。神社の行列構成については、 形態が異なる。一例、松原神社霊大祭小田原流に共通する服装、衣装は特段ないが、他の祭礼と違い、小田原流のみこしは走るため、担ぎ手の中に、った草履の者のはいない。参考松原神社霊大祭小田原流の本家である、松原神社霊大祭は、元来、漁師の祭りであり、海や漁師にちなんだ風習が多くある。しが走るのは、 波が押し寄せる様、または、漁船が港から漁場に向かう様子を表しており、波に乗って神様が現れる、大量の船が帰ってくる様を模している。なお、御霊が入っている時に見こしを揺らすことは、荒波イコール不良、沈没を連想するため行わない。と、ここで駆け足で、おいさあおりゃさあで突っかける一連の形をとる。木やり歌は、小田原では、本来、 漁船の上で網を引くときに歌われるものだが、現代のように機械で網を巻き上げるわけではなかった。昔は何層もの漁船が、網の周りを囲んで、一斉に低地網を人の手で引き上げていた。このとき、全員の息が合わないと網が傾き、魚が取れないため、引き手は掛け声を必要とし、木槍歌が生まれた。流れとしては、木槍が始まると網を引かず、 木やり歌が終わると全員一斉に再び網引きが続けられる。徐々に網が重くなってくると引き手が疲れてくるので木やりが次から次へとかけられていくのである。昔の漁師は海に落ちて亡くなる者も,も多く、木やり歌は命の歌であり神聖なものであった。木やり歌には神を祀る歌も多く残っており、当時漁師は命がけの仕事であったことがわかる。 後世にできた歌もあるが、艶歌色歌も多く残ることから、漁の仕事が、男の仕事であったことも伺える。現代でも、漁師の祭りの意味合いが大きい松原、神社霊体祭3王神社霊体祭で、三越がとかける前に歌われている。節回し省略、歌詞の三木祭数え歌、松原神社においては、観光時、一定の場所で一番から初めてとかけ行き、十番で、 見入りする。チャーリコのか、独自、即興の歌もある。大稲荷、伊丹神社など、同じ小田原流で徒御している神社、町会でも若干、ルールマナーが異なります。やられた方は、土足で家に上がられたように受け止める場合がある。見越しの前で写真を撮るときなどは声をかける。すれ違う際は被り物を取り、弓張り上鎮を掲げ拍手をするのが望ましい。 ありがとうございます。